国戦国戦は、森本小杉子の漫画、国戦を、テレビドラマ化した、仲間幸恵主演の学園ドラマ。日本テレビ系で、3本の連続ドラマ、第1シリーズ2002年4月17日から7月3日、第2シリーズ2005年1月15日から3月19日、第3シリーズ2008年4月19日から6月28日、2本の単発ドラマ、 国戦スペシャルが放送されている。人教集団、大江戸以下で育った熱血高校教師、山口久美子、通称、ヤン組が不良揃いの3年でいい組で活躍する学園ドラマ。2002年放送の第1シリーズ、2005年放送の第2シリーズ、2008年放送の第3シリーズは、全て高視聴率を記録した。漫画原作だが、 1> 第1シリーズがほぼ原作の設定や人物を踏襲していたのに対し、第2シリーズ以降では、学校から登場人物に至るまでほぼドラマオリジナルで占められている。それぞれ舞台は、第1シリーズが八金学院高校、第2シリーズが黒銀学院高校、第3シリーズが百道学院高校という、いずれも私立男子校で、 久美子は不良の吹き溜まりとされるクラスを任される。ストーリー自体は第1シリーズに似ている部分が多々あり、いずれも原作の極度を食は薄められ、学園ドラマとしての色合いが濃い。放送倫理上、仲間が演じる久美子の実家も原作ではヤクザのところを任教集団に変更されている。仲間にとっては本作がプライムタイムの連続ドラマ初主演作であると同時に、 仲間の出世作、代表作となった。また、当時経験の浅かった若手俳優が多数寄与された。2002年4月17日から7月3日まで、毎週水曜日22時22時54分に、水曜ドラマ枠で放送された。当初は、全11話の予定であったが、高視聴率を受けて、第5話放送後に放送会延長が発表され、全12話となった。 2002年4月クールで視聴率2位を記録した。キャッチコピーはあの長発先生より人情化。あのグレート先生より無鉄砲。今シリーズのみ原作をドラマ化した作品であり、そのため原作にも登場したキャラクターが数多く登場している。松本潤と小栗旬の二人は花より男子の映画版の完成披露試写会で、 このドラマの時に不仲であったことを双方とも語っている。現在は親しい関係にある。松本と脇と博は良いこの味方新米保育士物語の最終回に、それぞれ沢田誠役、熊井照夫役として友情出演している。この際、ストーリー上では名前こそ出なかったものの、久美子のことを匂わせる発言をしている。第十一話で熊井の父。 カズオが心不全で多界した病院の場所は白百合記念病院であり、前クールの土曜ドラマ、ナースマンの舞台となった病院である。生徒が喫煙する演出はこのシリーズのみである。このシリーズは、あとの2シリーズと違って挿入感がなく、また主題歌も、原曲のものを使用していない。2005年1月15日から3月19日まで、 毎週土曜日21時21時54分に土曜ドラマ枠で放送された。DVD が発売されるを折、第1シリーズと区別するため、極戦2005と解題され、2005年11月5日に発売された。関東地区での視聴率は、全話25%以上を記録。日本テレビ系列のテレビドラマでは、初回から3話以上視聴率25%超えを、 達成したのは、熱中時代以来25年ぶり。また、第8話は30.0%、最終回は32.5%を記録。土曜ドラマでは、家なき子に、1995年放送以来の、視聴率30%声を達成した。ザテレビジョンドラマアカデミー賞、2005年1月クール、最優秀作品賞を受賞。 2005年ドラマ満足度ランキング、オリコンモニターリサーチ第4位を獲得している。なお、テレビ大分、FNSNNS のクロスネット局では、当該時間は、フジテレビ系の番組を同時ネットしていたため、遅れネットで放送された。また、テレビ宮崎、FNS、NNN1 のトリプルネット局では同様ドラマは通常、放送されないが、 1> 第1シリーズの続編ということで、例外的に放映された土曜日とは別枠。宮崎県では2週間遅れで宮崎放送から放送されるのが通例。また、第2シリーズから挿入歌を歌っている人がズッコミ役である。今シリーズより、学校から登場人物に至るまで、ほぼドラマのオリジナル設定で締められている。ただし黒銀学院高校の元生徒である。 工藤博樹は今シリーズに登場した人物の中で唯一原作にも登場たキャラクターである。2005年2月4日のテレビ朝日系、ミュージックステーションには亀梨和也と赤西仁志がカトゥーンとして日本テレビ全面協力のもと本作の教室セットから中継で生出演しゴールドと絆を歌った。またセットにはスタッフがこの日のために作った。 司会のタモりをモチーフとした人形が3体を置かれていた。5話の序盤に、チョッコレートチョッコレートチョコレートが欲しいと3年、D 組の生徒が成唱する、明治チョコレートの CM パロディのようなものがあったが、これは、バレンタインデー間際に放送されたのと、数ある提供スポンサーに、明治聖菓が入っていたため。脚本の絵頭は、前作の、ナースマンが行くに引き続いての担当となった。 本作は、第1シリーズ、第3シリーズと違って、保健室の教師がいない。3話で日向と土屋が二人乗りをして違反されていた。ところは、第1シリーズでも使用されていた。第1シリーズでは熊井がチンピラに襲われて、集金袋を落としてしまったところとして使用されていた。2008年4月19日から6月28日まで。 毎週土曜日21時21時54分に土曜ドラマ枠で放送された。開局55年記念番組として放送され、このシリーズからハイビジョン制作に切り替わった。猿渡五郎、生瀬勝久や黒田隆一郎、宇津井健などの主要キャストに引き続き、第2シリーズレギュラーの馬場正義、東ずまみきひさも再登場した。 平均視聴率は22.8%、最高視聴率は初回の26.4%。2008年4月クールで視聴率1位を獲得し、前シリーズ同様に年間の民放の連続ドラマ、平均視聴率1位となった。2009年3月28日に卒業スペシャルを放送し、またそのスペシャルの後日談としてシリーズ完結編となる劇場版。 国戦ザ・ムービーの制作も決定し、同年7月11日に公開された。第2シリーズを遅れネットで放送した、クロスネット局のテレビ大分は2006年10月の改編で、土曜21時23時も、日本テレビ系同時ネット枠に変更されたため、第1シリーズ以来の同時ネットになった。福井放送、NNS& のクロスネット局では、今期より、 動画枠がテレ朝ドラマの遅れネットに改編されたためゴールデン番組であるにもかかわらず遅れ放送となり土曜または早朝のローカル枠で放送される。またここから先はエンドカードも新設され極線も7日遅れの土曜日の放送となる。また2009年2月11日から2月21日にかけて同局では午後時間帯に 本シリーズの再放送も行われた。主演である仲間の出身地で唯一日本テレビの放送がリアルタイムで視聴できない。沖縄県は沖縄テレビ、富士テレビの系列局が放送。日本テレビと7日遅れで毎週土曜昼12時帯に放送した。ただしハイビジョン放送、データ放送ではない。地上デジタルで視聴の方は4、3の放送となり。 画質が落ちる。今シリーズでは、第2シリーズで放送された時とは違い、地上波デジタル放送、ワンセグで番組内容と連動したデータ放送を実施した。これは、土曜ドラマの枠そのものが対応しているためである。全2シリーズは、理事長が男性だったのに対し今回は、女性となっており、また、全2シリーズと違いクラスが2つのグループに分かれて、対立している。 久美子が第2シリーズ最終話で赴任、その後廃校した沖縄県のヤンバール学院高校、架空の学校等型の兄である、尾形祐一は発言だけで登場しなかった。第1話放送前日の2008年4月18日のテレビ朝日ミュージックステーションでは、高木祐也、中間淳太、桐山テラ氏が高木祐也と愉快な仲間たちとして出演したが、 その時に、前作の出演者の赤西人志、声と、実機筆メッセージのミカラスのメッセージが流れた。ゲストの名字が、同じ、市村の旧友と 2D のリーダー、本場の中学時代の部活の先輩と梅の宮の仲間という設定もある。卒業スペシャルには 3D の生徒の原役の真山、明大は出演していない。また、松方役の矢崎博士は、 本編の中で出演シーンは少ない、出だしの教室、2年との乱闘における仲裁と静まる、教室の場面、卒業式当日の乱闘シーンと卒業式の場面のみ。卒業スペシャルで番外として 3D の面々が、卒業アルバムを見た際に語った、球技大会での大敗のエピソード、学園祭でチンピラから、クラキ、本庄を助けたという、尺道仮面。 正体は、ヤンクミのエピード、修学旅行が、バスの中しか思い出にならなかったというエピソードは、それぞれ原作漫画、極戦の白金学院でのサ田ダマことたちのエピソードを、元に踏襲している。今シリーズは、全2シリーズとは異なり、主題歌のピアノバージョンを、サウンドトラックとして使用していない。2008年12月21日に、DVD ボックスが発売された。 主要人物、人気集団、大江戸一家、その他、第1シリーズ、第2シリーズ、第3シリーズ。レギュラー出演者以外の出演者は、それぞれのキャストを参照。年齢は、第1シリーズ、第2シリーズ、第3シリーズとなっている。以下の人物は、2009年3月に放送された、卒業スペシャルから登場。国戦、リターンズは、 日本テレビ系で2002年12月29日日曜日12時30分14時55分に放送された特別番組。サブタイトルは総集編シワスのヤンクミスペシャル。あの熱血教師が帰ってくる感動と興奮の名場面すべて見せます。または、要保存。シワスの投稿日スペシャル。翌年春放送のスペシャルドラマ。 極戦スペシャルが決定したことを受けた総集編。極戦スペシャルは日本テレビ系で2003年3月26日、水曜日21時30分23時33分に放送された。サブタイトルは、さよなら3年 D 組、ヤン組涙の卒業式。第一シリーズの完結編で、第二シリーズの前日談でもある。視聴率18.1%。 2003年4月13日12時30分15時にはディレクターズカット版も放送されている。極戦決作戦は日本テレビ系で2004年12月30日31日、木、金に放送された再放送。サブタイトルはそれぞれ熱血教師誕生編、人情教師奮闘編。ミノルと熊が極戦の VHS を見る形式。 名場面集やヤンクミジャージコレクション、沢田誠を演じた松本潤からのメッセージ、翌月から放送の第2シリーズの紹介が放送された。国先導総会スペシャルは、日本テレビ系で2005年10月8日、土曜日21時23時24分に放送された特別番組。出演者たちが再集合し、未公開映像や名場面を振り返る。 また、インターネットで募集し、人気の高かった、もう一度見たい、あのシーンを紹介。挿入歌、絆を亀梨和也が歌った。視聴率は25.9%と、高視聴率を記録した。第3シリーズでは、スピンオフドラマ、極戦スピンオフの配信、PC、携帯を行っている。スピンオフドラマ展開に賛同した、明治聖歌と顔が、 コラボレーション展開をすることとなり、極戦本編のスタジオセットを使って、制作スタッフが、明治生活及び、王の商品を極戦の世界観の中で紹介するオリジナルインフォマーシャルを制作し、それを極戦スピンオフと共に配信するというもの。このオリジナルインフォマーシャルは、約1 0秒で制作されている。今回の極戦では、本編スタート前から、 スピンオフドラマ、令和を配信するという新たな展開も行っていた。出演は横山ルリカ、岩本恵ぐ花王バージョンの方には足立隼人も出演。2008年12月21日に発売された DVD ボックスに令和も含め全13話が収録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。